それでは今回は戦国さんの髪型を様々なキャラクターに入れ替えて検証していきます。前回の動画では宇髄天元の髪型を様々なキャラクターに入れ替えて検証しました。こちらの動画をまだご覧になっていない方は上のリンクからぜひご覧ください。そして今回の検証方法も、まず髪の毛のない状態のつるっぱげの煉獄さんの顔データを作成。このつるっぱげのハゲた煉獄さんの顔をもとに検証していきますよ。それでは頭に光沢を出しておきましょう。そして次に鬼滅の刃に登場するキャラクターの髪の毛のデータを作成。この作成したカツラデータと先ほどのつるっぱげの煉獄さんを組み合わせて検証していきます。果たして煉獄さんはどのようになってしまうのか。それでは検証スタート。エントリーナンバーワン、カマド炭治郎。エントリーナンバー2、かまど禰豆子。これは男って感じだな。男ってのはあの三髄の方の男だよ。じゃあ禰豆子ちゃんみたいに竹をつけてみるよ。竹をつけても煉獄さん。エントリーナンバー3、アガツマゼンイツ。これはこれで似合ってるね。この子は絶対泣かないよ。じゃあ次見てみるぞ。エントリーナンバー4、アシビラ・イノスケ。イノスケ強そうだな。芯があって知性があって賢そうだよ。じゃあ次行ってみよう。エントリーナンバー5、ツユリ・カナオ。あっゃー、これはダメなやつだ。前髪で眉毛が隠れててもわかる眉毛の存在感、男だね。じゃあ次行ってみるぞ。エントリーナンバー6、チョミヨカキユ。髪型を変えても顔が濃いよね。意外と黒い眉毛と黒髪が合ってるかも。男だね。それじゃあ次見てみるぞ。エントリーナンバー7、校長しのぶ。これ完全に卑弥呼様じゃねえか。顔の主張が強すぎて男だよ。じゃあ次見てみるぞ。エントリーナンバー8、校長かなえ。Number 9, Kim Chujin Musa. Hmm,
No.10 シナズガワサネミ。Entry number 11, Kanroji Mitsuri. Mitsuri-chan ga fan no minasan kominnesan. Sore ja tsugi itte miyou. Entry number 12, Igro Overnight.わあ、こいつ絶対やべえやつだぞ。やばい雰囲気があるよ。やばい才能を感じるよ。こいつは何かやるぞって凄みを感じる。じゃあ次見てみるぞ。 Entry number 13 Uzui Tenge。これ意外とあってじゃねえか。髪の毛をまとめると案外おとなしくなるんだね。じゃあ次見てみるぞ。 Entry number 14 Takito Muichiro。Entry number 15, Himejima Gyome. Entry number 16, Makomo. Wow, 男が隠しきれてないよ。お面をつけてもダメ。それじゃ次見てみるぞ。 Entry number 17, Sabito.お、サビとかっこいいじゃねえか。茶髪も似合うんだね。普通に似合ってるよ。それじゃあ次見てみるぞ。 Entry number 18 Urokodaki Sakonji。無限列車編降板。今回はここまで。煉獄さんの大変身はいかがだったでしょうか。あなたはどの煉獄さんが一番似合ってたと思いましたか。コメント欄にてぜひ教えてください。今後もこのような企画をキャラクターを変えてどんどんやっていく予定です。他のキャラクターも気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた次回、次のターゲットは誰だ。